アサルトリリー放送局リリーズタイムスタートです。はい、皆さんごきげんよう。一つ柳リリー役の赤尾ひかるです。よろしくお願いいたします。はい、そしてはい、皆さんごきげんよう。白井ゆゆ役、夏吉優子です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回はなんと伊藤美久ちゃんにもお越しいただきました。はい、皆さんごきげんよう。一つ柳ゆり役、伊藤美久です。お願いします。美久ちゃん、美久ちゃん来ました。嬉しい、すごいですね、後ろ素敵なピンク。そう、ピンクピンクなの、ピンクに囲まれて花やら蝶々やら、いつまで経ってもピンク。でもちょっとお久しぶりですもんね。そうだね、元気してた。元気でした。よかった、めちゃくちゃ元気でした。元気してた、よかった。いや本当にいいね、なんかで絡み方が近所のお姉ちゃんだね。なんかね、かわいいんだもん。かわいいよね。嬉しい。 いや、うん、本当に久々に会えるっていうので今日はすごい楽しみにしております。 しかも洋服ゆりちゃんカラーじゃない？そうなんです、うん、ちょっとゆりちゃんを意識して。かわいい。ちょっと髪は染められなかったんですけど、うん、兄様は染めるだけど、兄様はつけ着をしてもらったんですけど、今日は、はい、かわいい、こちらでゆりちゃんを感じようと思います。イエイ。かわいい。しかも見て、コメントも皆さんからいただいてるんですけど、ミックってミックごきげんようって。あ、ごきげんようだもん。ゆゆゆりりになってます。ゆゆゆゆゆゆりりり、あ、ゆが多い、つなげて、ゆが多い。あ、ゆゆゆりり、ゆゆゆりりり、ありがとうございます。やりたいことは分かった、うん、はい、ということで、はい、この番組ではアサルトリリープロジェクトの最新情報や、うん、ここでしか聞けないあれこれについての深掘りなどを約1時間にわたりお送りしていきますので、うん、ぜひ最後までお楽しみください。はい、10月に迎えたテレビアニメアサルトリリーブーケ放送開始2周年を記念して、前回9月と今回のリリーズタイムは前編後編に分けて2ヶ月連続でテレビアニメアサルトリリーブーケをメインとした内容でお届けいたします。うん、今回は後編ということで7話から12話をメインに深掘りしつつ、事前アンケートの残りの結果発表やクイズ企画などはしません。しません。今日はありません。これちょっと大反訂正、ありません、訂正します。今日はしません。はい、ありません。はい、最後までお見逃しなく。はい、はい、前回は、はい、先ほど言いましたが前半をお届けしまして、うん、監督からのコメントが実際に届いておりまして、うん、とてつもない愛情をいただき、もう分量が半端で半端じゃないございませんでした。うん、はい、うん、ということで、ね、今日は7話から12話ということで、うん、また聞けるのかななんて思いながらやっていきたいと思います。はい、はい、そしてさらに今回は特別にこちらのアニメ放映2周年記念生放送連動ツイッターキャンペーンを開催中です。うん、アサルトリリー公式ツイッターアカウントをフォローいただき、応募期間中リリーズタイムの配信開始ツイートの引用リツイートにアサルトリリーブーケのメッセージとハッシュタグハッシュタグアサルトリリーアンダーバーアニメ2周年記念を記載して投稿で応募完了です。はい、そうしますとアサルトリリーブーケ監督の佐伯翔司監督とサブキャラクターデザイン創作画監督の塩月和也さんの直筆サイン色紙が、それぞれ1名様に当たるので、ぜひこの機会にご参加ください。なんとなんと、こちらです。はい、素晴らしい、素晴らしい、かわいい、すごい、かわいいアップで今日の3人だ、ね、嬉しいね。いや、真ん中にゆりちゃん、かわいい、ちょこんと、かけおろし、めちゃくちゃ上手、上手って上手監督に上手だ、上手、上手だね。まあ、間違いないね、間違いない、プロの技です。先生にもいただきました。これちょっとかわいい、かわいい、かわいい。はい、あのカメラさん現実モードオンにしてください。はい、
あ、色味が、ね、色味がね、出ましたね。そう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 、後ろ本当はグリーンバックで、グリーンだとね髪飾りが抜けちゃうんですけど、はい、これが現実の姿です。現実のピンクじゃなかったんだ。ピンクじゃなかった。はい、ピンクに戻してください。おお、透けてる。ちょっと色味が変わったね。すごい、はい、今までにないほど ね、豪華な、ね、プレゼントですね。とってもレアなので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。お願いします。はい、そしてツイッターでもハッシュタグアサルトリリアンダーバーアニメ2周年でたくさんツイートお願いいたします、うん、はい、ではまず最初のコーナーへ参りましょう、はい、最初のコーナーはリリーズニュース。はい、はい、こちらのコーナーでは、うん、アサルトリリープロジェクトの最新情報をお届けします、うん、まずはこちらをご覧ください。アサルトリリーラストバレット。ねえねえ、ハロウィンって知ってる？トリックオアトリートって言うとお菓子がもらえるんだよ。え、コスプレっていうのもしないといけないの？じゃあよー、チカル、一緒にやろう。トリックオアトリート、ランたちにお菓子をくださいな。トリックオアスイーツ開催。はい、かわいい、すごい衣装でしたね。衣装力入ってる、ね、力入ってる、ね、頑張ったんだね。すごい趣味を感じる、趣味を感じる。誰の趣味だろう、誰の趣味なんだろ う、制作側の趣味、制作の趣味なんだろうなはい、というわけで、うん、アプリゲームアサルトリリーラストバレットにて新イベント、トリックオアスイーツが開催中です。 PV でも紹介されていたラン、ヨウ、チカルの新メモリアが登場しております。はい、うん、おー、ヘルブルにハッピーハロウィンが訪れるのかということでね。でもなんか今回はこう、うん、ポップな感じで、シリアスめじゃなくて、ね、確かに珍しい、ね、かわいいですね。珍しい、うん、珍しいです、ね、よかった。たまにはね、こう楽しいことをしてくれるかも、ね、ご褒美あげないとね。楽しい行事があってよかった、うん、はい、ということでぜひゲームプレイしてくださいね、はい。続きまして、ラストバレスピンオフコミックアサルトリリーラストバレットシークレットガーデンスイートメモリアの第3話が10月30日日曜日より公開開始となります。リリーたちのかけがえのない日常をテーマにしてお届けしているこのコミックは、毎月30日に電子コミックサイト漫画王国にてなんと無料で公開しております。ちぐさみのり先生に漫画を担当いただいているスイートメモリア第3話では、安藤たずさと吉村 T 前に、フューチャーした回となっております、うん、今日はコミックの一コマを先行公開しちゃいます。こちらです。うーん、なんとロックしてる、お姫様ロック、かわいい、となんか恥ずかしがってますよ ね、あのたずさが恥ずかしがってるなんて、ちょっとレアなんじゃないですか。まいちゃんもこうなんかちょっと余裕がある感じの表情がいいですね、うん、いいね、かわいい、うん、で続きが気になりますね、うん、ね、こうやってあの2ペアずつ、1ペア1ペアか、2人だから、うん、2人で1ペア4人ですね1ペアずつ毎回やってるんですけどね、いつかゆりちゃんもね漫画になったら嬉しいね、お願いします。楽しみだ。あ、どういう2人そうなんだ、どうする、3人じゃない、3人だよね、だって3人で1つだもん、だってそうですよ、うん、リリとゆりちゃんだったら悲しいもん、お姉さま確かに、ゆゆと入れて入れて入れてって入れてよ、そう、どのペアにしても入れてってなっちゃうんで、ここはあの家族にしてくださいね。サンドしますか、ね、はい、お願いしますということで、こちら10月30日日曜日より公開開始となりますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、続きましてこちら、
最初の告知よりお待たせしておりましたが、アサルトリリーブーケーオープニング・エンディング・キーアニメーションノートの発売日が決定しました。2022年11月3日木曜日から11月20日日曜日まで、新宿丸い麺8階シャフト店期間限定ポップアップストアにて先行発売します。次お願いします。さすがです。次お願いします。オープニング&エンディングアニメーション4本の原画を収録、贅沢な A4 サイズでアニメーターの迫力のある絵とスタッフのコメントも収録していて、命感じる一冊となりました。うん、次お願いします。はい、ありがとうございます。さらに特典としてキャラクターデザインの、細井美恵子氏の書き下ろし色紙がついてきます。幸せそうなリリとゆりちゃんの可愛いイラストです。うん、こちらかわいい、めちゃくちゃ見てますね、ゆりが。あ、近くゼロ距離で見てる。はい、他にもシャフト10のポップアップストアではアサルトリリーブーケのグッズがたくさん、新宿丸い麺にぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。続きましてこちらです。こちら初解禁情報なんですね。2022年12月9日金曜日、飛行船シアターにてアサルトリリーサマーライブボラブリューテの上映会の開催が決定いたしました。なんとなんと、ブルーレイの発売より一足先にライブ映像を楽しみいただけますということで、はい、そしてさらにイベント内では赤尾のピーちゃん、そして沢のミケちゃん、なんか石本リミちゃん、3人によるトークもございます。私まだマネージャーからも聞いてないね。いずれいずれ聞くと思います。よろしくお願いします。行きます。社内でね、聞いていただいて。知らなかったこと知らない。はい、一応よろしくお願いしますよ、このお三方で。はい、でここでしかね聞けないお話もね、3人からどんどん聞いちゃってください。はい、こちらのイベントのチケットは明日10月19日水曜日の午前10時より、ゲームアプリアサルトリリーラストバレット内にて先行抽選がスタートいたします。はい、はい、こちら皆様のご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。詳しくは公式ホームページをご覧ください。次お願いします。次はい、そして先ほど告知がありました、ブルーレイアサルトリリーサマーライブボラブリューテと、そして書籍アサルトリリーライブメモリーズが、現在予約受付中です。2日間のライブ本編の映像やメイキング映像などが収録された豪華なブルーレイと、そして衣装資料や、そして楽曲インタビュー、ライブ写真など、アサルトリリーのライブの魅力が詰まったアサルトリリーライブメモリーズ、ぜひ皆さんゲットしていってください。そしてブルーレイはブシロードオンラインストアでの受注生産限定となっておりますので、こちらご注意くださいね。そして同時購入キャンペーンの実施も決定いたしましたのでね、皆さんぜひ両方同時にゲットしていただいて、詳細はブシロードオンラインストアご確認ください。はい、まだまだございます。続きましてこちらです。はい、11月13日日曜日に開催されますブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドームの会場チケットが現在一般発売中です。はい、私たち一つ柳隊がね、ベルーナドームに出撃いたしますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。その他詳細は公式ホームページをご覧ください。続きましてこちらです。11月13日日曜日に都立産業貿易センター浜松町会館にて立体物展示会イベント AK ガーデンが開催を予定しております。アサルトリリーのメディアミックスを含めた新情報について発表会を行いますので、詳細については AK ガーデン公式サイトをご覧ください。続きましてこちら、10月21日金曜日より12分の1スケールドール相沢和葉の予約受付が開始となります。発売開始は11月29日火曜日を予定しております。レギオンヘルボルの隊長相沢和葉を新規造形ヘッドを採用し、12分の1スケールドール化です。白を基調としたスタイリッシュな制服衣装はスカートのフリルからカフスボタンに至るまで細部を12分の1スケールで再現いたしました。付属武器はラスバレゲーム作中にも登場するブルトガングを新規造形。やった、グレードモードとシューティングモードの2種に変形可能となっております。ぜひ皆様この機会に相沢和葉を手に入れてくださいね。
はい、そしてそして最後に新情報となります。何でしょう、なんだろうな、どうしよっかな、出せっかな、教えて困る、どうしよっかな、困るな、これ言いに来てるようなもんなんで今日は。そんなことない、大事な、これ大事なことなんで、はい、こちらです。アサルトリリーラストバレットより一つ柳ゆりのドール発売が決定いたしました。やったー、嬉しい、やったー、はい、初めてのゆりのドール化ということで、うん、私もまだどんな感じになるのかとかは全然知らないんですけれども、うん、これはぜひ皆さんにこうお迎えしていただいて、うん、はい、飾っていただけたら嬉しいなと思っております。楽しみです。楽しみです。ついに、ね、やっと嬉しい、うん、こちら商品発売に関しての続報はアゾンインターナショナルのウェブサイトにて公開予定となりますので、ぜひお楽しみにください。はい、以上リリーズニュースでした。はい、それでは続いてのコーナーへ参りましょう、うん、みんなで深掘りリリーズトーク、イエーイ。はい、このコーナーはアサルトリリーについてもっと詳しくなっていこうというコーナーです、うんうん、今回はテレビアニメアサルトリリーブーケの2周年を記念し、先月に続いてテレビアニメについて皆さんと一緒に振り返りながら深掘りしていきたいと思います。はい、はい、もうあっという間に2周年、ね、早いもんじゃない、早い、ね、ってことでアフレコやってた時はもうちょっと前ってことですね。そうだね、うん、もうそんなになりますか、ね、ちょっと信じられないぐらい月日が早い、ね、ですね。ではでは、じゃあ早速いっちゃいましょう、はい、まずはこちらのテーマです。キャストが選ぶテレビアニメ7話から12話で一番思い出のあるシーンはということで、うん、はい、テレビアニメ後編の7話から12話ではレギオンとして始動した一つ柳隊、謎の少女ユリとの出会いや悲しい別れ、そして強敵との戦いなどいろんなことがありましたが、うん、ではまずは私から紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、ではこちらです。あー、かわいいいるシーン、そう、ユリちゃんのいるシーンです。さあ、なんかユリちゃんがいるとちょっとあのいつもいい雰囲気が変わって明るくなってっていう、なんかムードメーカーというか、なんかそこにいるだけでリリたちを、ユウ様たちを喜ばしてくれる、明るくしてくれる存在だなって思うし、なんかリリもこんなに愛情の形、なんかちょっと過保護になってたりもして、確かになんかそういうリリを見れたのもユリちゃんのおかげだし、なんかとっても特別な存在だなって思いますね。それにラスバレで、うんうん、あのゆりちゃんとのね、あの3人のメモリアカをしてて、ありましたね。それでさらにより好きになりました。うん、素晴らしい、嬉、はいね、しい、ほっこりしますな、うんうん、ではでは、じゃあ続いて、はい、はい、続いては私が発表したいと思います、はい、私が選んだシーンはこちらです。はい、こちらはですね、私が選んだのは11話ですね、うんうんうん、はい、あのみすゞお姉様とユウの、あの鏡の前でね、あの昔の回想シーンでございまして、はい、あら、これなんかもうみすゞお姉様何考えてんだろうって目の、ね、アップ あのすごいですよね、目力っていうか、こう見ていいのか分かんないドキドキさがあったよね。そうそうそう、ね、割とつかみどころのない人なんですけど、やっぱ11話でユユへの本当の思いとか、ね、そういう怪しいなんか暗いところをね、なんか出していっちゃってたのがこの11話なんですけど、なんかユユって結構その闇深いところもお姉様が大好きだから受け入れちゃうっていう、ね、なんだろう、あのアフレコする身としてはすごくドキドキしたシーンなんですけど、そこをあのみすゞ様役の川澄さんと2人でちゃんとアフレコできたっていうのがもう一生の私の財産です。本当にね、お人柄も素敵で演技も素敵で、なんか隣にいるだけでなんかすごいドキドキしてきてなんやっぱみすゞ様の隣にいるユユもこんな気持ちだったのかなっていう思いながら撮った一生の思い出のシーンですね。ありがとうございます。ありがとう。はい、ではでは、はい、じゃあ最後私が選んだシーンをお願いします。はい、こちらです。はい、ここですよね。行かないで。
っぱり本当衝撃だったというか、私もそのシナリオを読んで、うん、こう登場してからこうどんどん仲良くなっていって、うん、一つ柳隊として認められて、うん、こうこれからゆりちゃんはきっとみんなと共に歩んでいくんだろうなって思っていた矢先のことだったので、うん、衝撃的だったっていうのが私の中で一番あって、うん、でこうね最後のシーンでもあるので、うん、ゆりの、うん、で戦闘シーンでみんなのその能力の掛け合わせたりとかもして、うん、いろんな本当に力を借りながらでも一人で倒すっていうこのシーンで、もう私も演じながら苦しいなと思いながらも、でもゆりはきっとなんか苦しいっていうよりはみんなに見せるみたいな、うん、できるんだよっていうところを見せるっていうシーンでもあったので、ちょっと暗くはなりすぎないように演じたのが、うん、はい、そのコントラストがまたちゃんと刺さるんだよね。手投げでね、そうなんですよ、素晴らしい、はい、選ばせていただきました。はい、ありがとう。うるっときちゃった、思い出しちゃったよ、うん、みんなもすごいまばたきって言ってる、まばたきね、まばたきが特集エンディングで流していただいて、あの曲もずるいですよね。ずるいよ、ずるいよ。で、あとね、エンディング の, その映像も含めて、もう本当に泣かせに来てる。私もあの曲大好き。いやもう大好き、なんか私たちのライブしてる時とか、なんだみんなにご挨拶っていう時にまばたきを BGM として使わせてもらったりすることがあって、前回の山梨の時にそう、はいはい、そう一つ柳隊の 2days 目の最後に、うんうん、チェイサーまばたきって書いてあって、やめて、瀬戸見た時にやめて、泣いちゃうじゃん、泣いちゃうから、ね、みんな一緒だよっていう気持ちで聞きたいけどやめてって思っちゃった。あ、号泣でしたって、泣かれてて泣いたとかコメントでもありますね。ありがとうございます。はい、ますではでは、じゃあ気を取り直してもう一つあります。はい、はい、続きましては、うん、If シチュエーション生アフレコ第2弾。生アフレコ、このしんみりした後で、そうなんだろう、どうやって言おうかなってすごい迷った結果今言いました。なんだろう、イフシチュエーション、はい、今回は せっかくね私たち3人が揃いましたので、うん、一緒にリアルタイムでアフレコしてみちゃおうと思います。はい、前回は私と夏で、はい、スピンオフコミックシークレットガーデンのワンシーンを生アフレコしてみましたので、うん、気になる方は前回のリリーズタイムをぜひご覧ください。はい、そして今回生アフレコするのはこちらのシチュエーションです。涙が出るほど平和ですね、はい、これが欲しかったですよね。確か見たかったこのシーン、見たかった、買い物にやっと行けるここで夢が叶う、うん、はい、こちらのテーマですが、事前アンケートで募集したIF シチュエーションの中から希望が多かったシチュエーションでして、うん、なんと台本は今回のために特別に制作しております。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。では早速参りましょう。うん、わー、人がいっぱい、お店もいっぱい、ミニー、ユユ、早く早く、ゆりちゃん本当に楽しそう、来てよかったですね、お姉様。そうね、でも浮かれすぎて迷子にならないようになさい。リリ、あなたもよ。え、私も？だってあなた迷子センターの主と呼ばれていたのでしょ。それは小さい頃の話ですよ。リリ、ユリに任せろ。こうやって手をつなげば迷子にならないよね。だから私は…でも、なんだかこれ、家族みたいでいいかも。え、これならはぐれないわ、明暗ね。じゃあ行こう。あ、ゆりちゃん、ちょっと、引っ張らないの。ああのクマ、かわいい。ぬいぐるみの代償セットね、親子かしら。ゆりちゃん、私が買ってあげるよ、初めてお買い物に来た記念に。
そういうことなら私も手を貸すわ。私がしてあげたいだけですから、二人はここで待っていてください。うわ、リリー行っちゃった。まったく、一度こうと決めると曲げないんだから。どうかしたの？今日はリリーもユユも幸せな匂いがする。私も幸せ。そう、リリが戻ってきたらお茶にしましょうか。うん。でもリリ帰ってこないね。まさか。様子を見に行きましょう。おーい、リリー、いる？どこだ？どうやら迷子センターの主の名は伊達ではないようね。まったく、リリはしょうがないな。あれ、お姉様、ゆりちゃん、どこ？はい、ありがとうございます。ミクちゃん、どうでした？久しぶりのゆりちゃん。いや、幸せな空間でした ね。最後いなくなって終わるんだ。そう、また別れか。あれ、こういう別れか。こういう別れか、戻ってこない。しょうがないな。あれあれあれ、どこ行ったのかな。いや、きっとね、こんなこともあったんでしょう。うん、あったんでしょうな。あったんでしょう、イフであったんでしょう。っていうぐらい幸せな気持ちになりましたね。これがずっと続いてほしい。ほっこりしました。本当に。ね、3人でやるのも本当に久しぶりだもんね。そうだね、本当に。アフレコ、嬉しい、以来かな。ね、またこういう機会あったらいいね。ですね。ではでは、じゃあ続いてのコーナーにも行ってみましょう。続いてはこちらです。ファンが選ぶ〇〇ベスト3。はい、アサルトリリーファンの皆さんには事前に様々なテーマでテレビアニメアサルトリリーに関するアンケートにお答えいただきました。うん、たくさんご回答いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。うん、このコーナーではその結果についてお届けしたいと思います。さて、最初のテーマはこちらです。うん、ファンが選ぶ名シーンだと思う場面ベスト3。おー、名シーン選んだのね。はい、うん、アニメ全体を通してたくさんの名シーンがあったかと思いますが、ファンの皆さんはどのシーンを選んだのでしょうか。お、気になるな。楽しみ。みんな目線で。うんうん、じゃあ早速3位と2位をまとめて見てみましょう。はい、第3位はこちらです。あーね、確かに髪飾り、うん、リリがなくして探しに行って、うん、そう、あったな。あった、カエルさんがね、めちゃくちゃ、いい人だったんだよね。いや、カエデさんらしいよね。でもね、もともといい人ではあったけど、そう、なんかリリのお尻ばっかり狙ってるんじゃない。それでちゃんと心も、日頃の行いが悪いからね。そうか。そう、なんかやりすぎちゃうからね。やりすぎちゃうからね。いや、けなげだったな、カエデさん。素晴らしい、ありがとうございます。はい、ではでは続いて第2位はこちらです。うん、はい、ユージアが千里を目標に狙撃するというね、信頼がかかっているシーンになっております。うん、まあまあまあ、はい、確かになんかこう成長を感じる、成長ね。そう、なんかでもシンプルに考えて、なんか10キロ先の千里に当てるっていいね。レアスキルのおかげだけどさ、うん、すごい視力検査困ったことないんだろうね。確かに目はとてもいいですよね。高止めだったら確かにいいな。うん、でもここのなんかほんと綺麗じゃないですか。うん、綺麗、作画っていうか、ね、うん、キラキラ、ね、表情もすごい素敵なシーン、うん、ね、結構ふわっとしてて、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、ちなみに4位から10位はこのようなランキングになっております。うん、はい、4位が、あ、4位ゆりちゃんだよ。あ、ありや、あ、やっぱみんな好きなんだね。あ、しかも5位もゆりちゃんだよ。ああ、みんなゆりちゃん大好きなんだよ。だからもうちょい、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 もうちょい欲しいけど、もうちょっと、おい、ちょっと、まあ、ありがとうございます。選んでいただきまして、ヘラムネだったりね、うんうん、初めてのマインベルト、あ、リリーシーね、うん、
あ、でもリリちゃん10位にもいるよ。本当だ。本当会話するし、まあ、え、もっといいシーンよこれ。納得埋めないようにリリさん。ユリとリリの、ここはいいし、ここいいシーンだよみんな。そうですよ。好きになってください。はい、お願いします。はい。ではでは、じゃあ早速第1位に行ってみましょう。はい、待望の第1位はこちらです。はい、最終回12話、あ、全員でのノインベルト戦術です。全員、いや、これは本当に全員だったわ。あ、確かに ね、胸圧展開ですね。胸圧展開ね、確かに。いや、最終回だった ね、 ね、やっぱ最終回にはノインベルトをしないと、うん、しないと割れないよ、うん、ね、ね、しかもあの君の手を離さないもね、相まって。あ、そう、舞台曲をね、チョイスしてもらったんだな、ここの BGM でな。ここすごいよね、盛り上がってたな。こだわりがいっぱいのシーンでございました。素晴らしい、ありがとうございますね。はい、ということで、一つ目のテーマは、シーンでした。ということでね、二つ目のテーマにも行きたいと思います。うん、はい、こちらです。ファンが選ぶ好きなセリフベスト3。好きなセリフ、イエイ。おー、すごい、12番ね、よく見て ね、うん、ね、選んでくれましたね、うん、ありがとうございます。では早速ね、発表していきましょう。うん、第3位はこちらです。うん、あら、なんだ、猫か。みんなところで何してるにゃ。眠りなさかにゃ。ただのつむぎなんだよ。顔が浮かんできますね。ハートの。このまま。ふみちゃん、どんどん。そりゃ低いよ。どうしたの、ふみちゃん。あ、たずささん。たずさん。なびき方がすごいな。とんでもない軽いことになってたけど。面白い。いや、でも面白い。あのシーン、しかも、うん、猫ちゃんとタズさんがいるんですけど、一、うん、人でやってます。そうだ ね、 ね、猫役も。あ、そうなんだ。そうだったの、つむぎでした。へぇ、はい、いや、そう考えてみるとまた、うん、シュールな感じ。一人で二つ掛け合いをやっている。シュールだ ね、 ね、いいですね、皆さん、いいじゃないですか。ではでは、うん、第2位はこちらです。ここが交渉課じゃ。ぴょんぴょんぴょん。あー、このシーン。おい、もゆ様おるか。あ、出た。もゆ様おるか。ごきげんよう。ちょっと待って、これからチャームの歯を硬化処理するところなの。大変なところ、大変なところ。はい、もゆ様おるかおるか、ね。これは確かにすごい汎用性あって、イベントとかでも ね、 確かにね、なんかちょいちょい挟んだりしてますけど、結構軽かったね、思ったより ね、 ね、関係性がちょっと見えた感じしましたよね。可愛、ね、らしい2人だからこそ呼び合える感じなんです ね、うんうん、ね、遠慮がない、ね、うん、ちなみに4位から10位はこのようなランキングになっております。うん、おー、はい、ゆりちゃんは人です。そうなんです。人です、人です。何が誰が何と言おうと、ね、人です、人です、人です。9位長いな。9位長いやん。待って、9位長い。9位ちょっと眼鏡かけないと見えない。長いな、長いな。好きなセリフ、お姉様だって。確かに、どこのお姉様かわかんないけど、言われるけどね、何回でも言ったもんね。確かに、ね、あらやさん人気だね。ね、うん、食っちまいますわよの人が、ね、あら、本質的な挨拶、うんうん、とはとは何だろう。一人だけ別次元に人ですけど。はい、ではじゃあ1位いっちゃいましょうか。はい、ファンが選ぶ好きなセリフベスト3、第1位はこちらです。うん、うん、ということは、できたよ。
つらつらゆりちゃん、行かないでよ、行かないで、行かないで、できたのは分かったから行かないで、行かないでよ、行かないで、つら、好きなセリフで入れていただいて、それだけ心に刻まれたことでしょうよ。嬉しいですね。衝撃的だったからね、そうですね、最後は笑顔でという、ところでしたしね、もうそんなちょっとの間しか生きていないとは思えないほどの、成長っぷりでございます。いや素晴らしい、嬉しい、ね、かっこいいだったのに、ね、いやすごい胸が締め付けられるシーンでした。確かになんかさっき聞いたその悲しくなりすぎずにアフレコしてるっていうのが今改めて聞くとこうって、やっぱりあ、よかった、そんなそういう風にやったんだって感じたそうなんですよ、胸に染みた、笑顔で、笑顔で、しみりしちゃったじゃん、ちょっとちょっともうユリが出てくるともうちょっとごめんなさい、本当にもう一回つむぎ見とく、もう一回猫ちゃんの切り替えるか、もう一回見ときますか、もう一回見よう、もう一回見よう、もう一回見よう、はい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 、ここまではタズさんですね、はい、にゃんです、にゃん、つむぎです、なんだ猫か、はいはい、猫です、猫です、あーこれこれこれ、安心した、みんなしたかにゃ、お腹空いてないかにゃ、ネックがあるから一緒にどうかにゃ、あ、反応ね、なにか、あ、もういい、あー、安心しました、ちょっと心戻ったわ、ちょっとちょっと、ちょっと回復しました、心が元気に、はい、なりましたね、よかったよかった、あとつむぎ、はい、ありがとうございます、はい、よかったよかった、ありがとう、はい、いろんな思いの詰まったアニメでした。ではね、早くも次が最後のテーマとなります。お、3つ目のテーマは、うん、ファンが選ぶ好きなキャラの組み合わせベスト3。あら、お、これいいですね、はい、アサルトリリーを楽しむ上で欠かせないテーマでございます、うん、え、2人は好きな組み合わせとか意外とこれはとかあったりしますか。あー意外、確かにユリ入ってるかな、ゆり結構みんなに愛されてるから、そう、みんなに、誰と組んでもいいよね、ゆりって万能なんだと思う、うん、そう、誰かと、うん、なんかで選んでくれてたらいいなと思ってます、うんうん、確かにきっとランってね、選んでくれてるはず、私たちどっちか、じゃあ、うん、どっちか、どっちか入ってないとね、あ、そうですよね、どっちかでもいい、え、じゃあこれ私たちがバチバチすることになる、え、マジあげ、あげませんけど、いや、あげませんけど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 、うん、はい、どんな結果になるの、困るな、ちょっと見てみますか、はい、はい、ではまずは3位から見ていきましょう、第3位はこちらです、うん、お、あ、お姉様違うんです、もう、あれ、ち、違うんです、もう出て、あれ、違うんです、私が選んだんじゃありません。また、こ、これは、この泥棒猫。ヌーベル来ましたよ。ここに来て。ここで、もう3位か、すごい大人気ですね。別になんか、私はこれ正規カップルじゃないと思ってるか、私は別に投票外だと思ってます。沈めて心を。一方的ではないと。一方的だからね。確かに。キョトンとしてますね。キョトンとしてるから。なるほどなるほど、うん、ではではじゃあ2位見てみましょう、はい、2位はこちらです、おー、はい、ですよね、2位ですよね、楓さんより上にいないとでも2位なんだ、ギリギリ体裁は保たれたけど、けど2位、2位、1位じゃないの、1位じゃない、なんで1位じゃないんだ、なんで、どういうこと、なぜ、はぁ、あ、よくわかんないわこれ確かに、うん、れそれより上に行くカップルと…カップ…あ、いや…ね、いないはずだけど、一応見とく、いないはずだけど、仲良しが投票見るかもしんないし、一応見とこ、うん、はい、1位はこの2人です、はい、あらはい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 、出たよ、人参、はいはいはい、人参畑、はいはい、はい、オタク大好き、はい、人参畑出たよ、ね、この2人ですよ、まあまあ、分かる分かるよ、私も好きだもん、分かる、でも、うん、原点にして頂点じゃん、私たちが、そうね、そう、はい、それはそうよ、
まあ、原点、そう原点、みんなが通るところですから、そうそうそう、はい、一度は通る場所、私たちが原点で、そして2人の間にゆりちゃんも加わってくれることによって頂点になってるわけです、うん、はい、もうエベレストよ、うん、私たちはエベレストよ。じゃあもうこの1位とはまたちょっと別のところにいると。そう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 、や山は山だけど、こっちエベレスト、うん、こっち天保山だからだいぶ違うな山でだいぶ低い天保山だいぶ低い違うね。ということでね、あの出演ゲルになれない同級生ながらもそれに劣らないほどの関係性が素敵ということで、うんうん、はい、投票ありがとうございました、うん、はい、結果4位から10位もありまして、それがこちらです、うん、はい、あらあら、まあまあ、ゆりちゃん、また4位だ、4位だ、うん、でもこれは4位僅差だったんだって、ルーベル、あ、ちょ、そっか、いる時間の長さかな、うん、でもこの4位に入れてる人の愛はすごいと思うね。いや、ありがとうございます、本当に愛してくださってる、ありがとうございます、嬉しい、なんか、ま、リリ多いね、リリ多くない、ね、やっぱリリが、あれ、リリいろんな女とリリいろんな女と女と同質の女と全然口笛が吹けていない、口笛吹けてないですけど赤いからさ、あの同質の女となんか同質の女も同質の女はもう一方通行なはずだよ多分。あ、じゃあそんなことはなかった、この前イベントで、この前イベントで何が知らば知らばこの前イベントで、え、知らってる、今知らってる、あー、もう恥ずかしくなってきて、行きましょう、次行きましょう、あれだって恥ずかしがってますけど、あれちょっとあれ知らない、はい、ということでいろんなねテーマでのランキングを見てみましたけど、た皆さんいかがでした、いかがでした、うん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 、なるほど、同質の女、うん、半分以上リリー浮気しまくりやん、はい、リリたらしありがとうございます、本当にひどい言われようですはい、ということでね、まあ、思っていた以上にあのファンの皆さんが細かいところまで見てくださっていたり、うん、描かれていないリリーたちの心情も、感じ取ってくださり、ね、本当に愛されている作品なんだなと本当に本当に感謝でいっぱいです、ありがとうございます、はい、2周年もねこうして皆さんのおかげでお祝いすることができました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでここでねいつもならリリーズチャレンジがあるんですけども時間の関係上できないので、うん、ちょっと休憩を挟みたいと思います、はい、はい、本日の休憩は、はい、チャレンジをせずともいただけちゃうという珍しい、はい、何もしなくてもスイーツもらえるんですか、そう、ぼちゃスイーツこれね、多分ね、ゆりちゃんがいるからだよ、みくちゃんが来てくれてるからか、そう、みくちゃんが来てくれたからね、初回なんてめちゃめちゃ頑張って卵かけご飯高級卵とかめっちゃ頑張っていい卵かけご飯をゲットして、だって栗の上に金粉乗ってるよ、金粉乗ってんのすごい、美味しそう、こんなの初めてじゃない、さすが、みっくちゃん来てくれてありがとう、うん、来月も来て、みっくちゃん喜んでほしいからって、ぜひ来月来て、来月も絶対私たちだけの時金粉乗ってないから金粉が絶対乗ってないから、イエーイ、じゃあいただきましょう、いただきます、いただきます、嬉しい、ね、嬉しいね、ちゃんとね、うん、あのチャレンジの時間もね元々の台本には組み込まれてて、うん、今回もクイズだったんですよ、うんうん、でクイズの一つが、うんうん、あの一つ柳隊9人の誕生日の月の輪はって書かれてた、月の輪、はい、あ、全部足したら、そうそう、誕生月6月プラスとか確か大変、リリが6だから6プラスみたいな、うん、答えは57ってね台本に書いてあったからね見ちゃったんだけどねそう台本に書かれてたんです、書かれてた、爪が甘いね、そう、え、答え見ちゃったと思ったら今日はね休憩に変わってたから良かった、無双できると思ったのにねなんだ、うわ、美味しい、うん、はい、この後のねパンプキン、パンプキン、美味しい、プリンが乗ってるけどパンプキンプリンだ、うん、秋の秋スイーツ、美味しい、美味しい、うん、幸せ、幸せ、いいね、この甘さ大好き、うん、手のひらくるっ最高、元気な私ですよ、うん、うまい、いい番組ですね、いい番組ですね、ありがとう、またぜひ来て、うんうん、ぜひ、うん、食べに来て、うん、
私ガトーショコラが好きです。よろしくお願いします。ガトーショコラで来ましたか大人の皆さん。よろしくお願いします。プリンも大好きです、うん、ガトーショコラがやっぱり、うん、ミク様がガトーショコラを申しじゃ、うんうん、ガトーショコラですよ。お願いします。独り言です。おいしい。食べながら、はい、じゃあ食べながら次行きましょう、うん、続きましては前回に引き続き皆さんの質問や疑問について、今回もテレビアニメを手掛けてくださった佐伯翔司監督にコメントで回答をいただきました。いやーね、うん、前回もやったんですけど、うん、すんごい文章量なのよ。そうなのよ。愛と情熱がすっごい方。すごい、みんなに見せてあげたいぐらい。本当にね。すごいよ。で、だいぶ後半なの。この黄色いとこ、ぼんやり映ってる黄色いとこ全部で。ありがたいけど、愛情が本当に。本当よ。素晴らしい。素晴らしいです、ね、本当にありがとう。ありがとうございます。ね、じゃあね、7話から12話までに関する質問をメインにご紹介していきます。はい、まずは1つ目、7話から9話はユリというキャラ、そしてリリーそのものと社会との関わりがクローズアップされた独自性の強い回で見応えがありました、うん、これらの要素を入れようと思われた理由をできれば知りたいです。で、回答はこちらです。うん、あ、見えないって。ちょい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 、これスマホで見てる人いたらもうどうやって見たらいいのになっちゃうから。はい、物語前半はリリの視点に絞ってユリが丘女学院を中心にリリとは何かを描くことに専念しました。後半ではユリの事件をきっかけに視野を広げ、リリーたちが周囲からどのように見られているかということに触れています。ヒュージと人との間に立つユリの姿はリリーたちの姿とも重なります。生身の身一つにチャームを構え、怪異と対等に渡り合うリリーたちの姿は魔儀を持たない人々には時として異様に映り、彼女たち自身もまたそう見られていることを自覚しているはずです。確かに、ユリが丘のリリーたちはユリを受け入れますが、それはユリに自分たちの姿を重ね、自分たちもまた異形のものではなく普通の人、普通の少女として受け入れられることを願っているはずだからと、考えたからです。もしユリを受け入れることができないリリーがいるとしたら、彼女は自分のことをどのような存在と考えているのだろうか。描く機会はありませんでしたが、そんなことも考えていました。確かに、うん、深い、うーん、自分たちにも重ねていたと、そうですね、アニメに収まらないとこまで、ね、想像したところ、ね、深い、深いね。だコメント欄がなるほどしか言えなくなった。深いな、なるほど。ただただ聞き入っちゃう、これですね。さあ、この調子でどんどんいきますよ。はい、はいはい、では続いてに、質問2個目ですね。はい、はい、1章3話構成の起承転結の美しさ、各は花の名のタイトルに花言葉の意味付け、そして最終話にはブーケという粋なタイトルなどなど、うんうん、随所に気を使い思いが込められているように感じました。監督がこの作品を手掛ける中で最も気をつけた部分はどういったところでしょうかとの質問です。はい、監督はどう答えたんでしょうか。視聴者の皆さんはとても細かいところまで作品を見てくれているので、こちらも気を抜けません、うんうん、など一瞬しか画面に映らないものや言葉で説明していない、あるいは言葉で説明している以上の微妙な心情のニュアンスなども断片的な描写から正確に読み取っている感想もありました。すごいな、やっぱ見てくれてる人は。第4話中盤のシェンリンとユージアのやり取りなどでよく見られました。うんうん、一方で作品を視聴するという行為は作り手と視聴者のコミュニケーションでもあるので、誤解や誤読もその一環と考えています。うんうん、こちらが意図していないものを視聴者が見出すというのはとてもクリエイティブな行為ではないでしょうか。そもそも作品自体が大勢の人によって作られているので、全てが一つの意思によって統一されるものではありません。アフレコでもここでこういう芝居が来るのかと驚かされることはよくありますが、それで筋が通っているなら積極的に取り込むようにしています。はい、余白大事っていうことかな。そうですね、すごい感じ取っていく、
確かにね、クリエイティブだと、うん、みんながすごいですね。いろんな思いがきっと詰まっていくからね、うん、確かにね、考察とかそういうのをするのもなんかアニメ楽しむ醍醐味でもあるよね、うん、なるほどなるほど、じゃあ3問目はい、いきます、はい、お願いします。当初の予定から変更になった場面はありますか、うん、こちらの回答が第10話は仲間を失った痛みをみんなで分かち合いリリを立ち直らせようとするエピソードですが、うん、当初はそれと真逆でユリを失った痛手から立ち直ったと思っていたリリが自分で思っていた以上に深い心の傷を負っていたことを自覚して終わるという内容でした。きちい前回のこのコーナーでも触れた刺激強めで尖っていた頃の名残です、うん、一日の疲れを深夜アニメで癒したい人にはダメージしかならないと思いつつサスペンスものとしてはうまくできそうだったのでとりあえず脚本の第一項を書くだけ書いてみました。書いてみた結果うんこれはありえないと納得できたので第一項はお蔵入りとして真逆の内容に書き直しそれが本編の10話となりました。ただこの第一項があったおかげでリリが見せかけではなくしっかり立ち直ることができるように注意を払うことができたと思います。結果としてリリに向かうはずだったストレスはユユに向かうことになってしまったのですが、なるほど、確かにね、そんな真反対の構想があったとは、うん、確かに、うん、知らなかった全然、まあ、アニメになるシナリオの前にいろいろ書いてみたやつがいっぱいあるんだなって思うと、うんね、重々だったんですよね重々だった書いてみたけども考え抜かれた展開だったんだな、うん、すごい。でもそのおかげでね、うん、リリらしさをしっかり出していただいたというか、うん、私も全然もう違和感なく普通に、うん、あこれがリリだと思って演じさせていただけたので、うん、すごいなすごいな、うん、考え尽くされてますね、うん、素晴らしい、ね、ありがとうございます、はい、ではでは続いて質問4個目、うん、アニメにおいてみすずというキャラクターや登場場面についてどういった描写に気を配ったかが知りたいです、うん、前回のコーナーでも触れましたがブーケのストーリーはリリ、ユユ、そしてミスズの三角関係をドラマの主軸としています。リリーたちが命を懸けて戦う理由は自由を得るためです。何者にも脅かされることもなく自分の気持ちのままに生きたいという思いが自由を求めることです。リリーがヒュージと戦うのは全ての人が自由でいられるようにするためです、うん、一方で他者の自由を否定したりそれを認めず支配しようとすることが、この作品における横島です、うん、自由と支配は本編中にもたびたび出るワードなので改めて注目するとまた違った見方ができると思います。百合ヶ丘のリリーたちは人々から自由を奪うヒュージに対し自らの意志と誇りを持って戦いを挑みますがそれは彼女たちが戦いを望んでいるからではありません、うん、ヒュージとの戦いは辛く苦しく時として惨めなものです、うん、そんな中で彼女たちが正気であり続けるためには人々を守るため自らの意思で戦っているという誇りが必要となるはずです。自分たちが戦わされていると感じることは彼女たちにとっては何よりも受け入れがたいことのはずです、うん、みすずは過去の何らかの経験によって心の底に深い絶望と抱きそれによって自分と自分以外のすべてのものを憎んでいるとしています、うん、ユユとの出会いはそんなみすずにとって希望の光だったかもしれませんがしかしそれは遅すぎました、うん、みすずの残したダインスライフはヒュージを狂わせ攻撃性を増長させました。リリはそれをユユを守ろうとするミスズの必死さを宿したからだとユリに言いますがアフレコ時にはリリはユユに嘘を言っていると説明しました。リリの言葉が本当ならミスズ自身の行動として描くべきでリリが言葉で説明するのはどこか不自然です。ミスズがユユを好きなのは本当だとしてもユユ以外のすべてのものへの悪意はあったとダインスレイフを通じてリリは感じています。しかしそのことはユユに伝えずユユもそれ以上確かめることはしなかったというのをこの三角関係の着地点としました。ミスズについて気を配ったこととしてはそのようにしてミスズ自身が自分のことを語ることを極力避けたということでしょうか。本編中に現れたミスズの言葉はすべて
ゆゆに投げかけられたものです。いやー、覚えてます。夏も聞いてたっけ、嘘だよっていう話は。まあ、そうだ ね、聞いてはいて、でも割となんか今のバックボーンを聞くとまた違う風に思ったんだろうなって思った。うん、うん、その時は なんだろうな、割とゆゆ自身もリリよりもさらに見えてないと思うの、いろんなことが美鈴様とかに対して、うんうん、だからあえて割と不透明な感じ、もう何が何だか分からないけど苦しいっていう気持ちも大事にしながらやったから、これをちゃんと全文聞いてからアフレコしたとしたらまたなんか違う気持ちでやったんだろうなって今思ったね。なるほど ね。いや私はあの、うん、ゆりちゃんと出会ってから最後に至るまでにリリが性格変わりますっていう風に監督に聞いてたから、うんうんうん、昔のリリだったらなんか嘘つけずただ抱きしめてるだけとかだったかもしれないけど、こうゆりちゃんとの出会いからこういう嘘もつけるようになったというか、そういう風なところがあるのかなって思って監督の言葉を聞いてアフレコに挑んでましたね。もう一回タズニャン入れとくってちょっとしんみりしちゃったけど、もういいんですいいんだよみんなもすごいやる、なんで入れるんだよこれで正常期みたい、ね、これで和みますんで、ありがとうありがとう重いですから、どうしても、あ、猫猫猫猫はいはい、本月3回目安心したアシスタントはい、おい、アシスタントアシスタいいよ、わかった、いいやめっちゃ便利便利ありがとうございます、便利、つむぎ本人に会った後みたいなんか、ね、元気になったな、元気になった ね。はい、じゃあ続いていきましょうか、はい質問5問目です、うん、意外なことから生まれたエピソードや難産したエピソードなどがあればぜひとのことで、回答がこちらです、うん、ブーケには特殊エンディングが4話、8話、9話の合計3回入りますが、脚本段階ではそうなることは想定していなかったので、うんうん、各話のラストシーンはいちいち次回につなげるための不穏な引きで終わります、うん、そのためハートハートやグローイングのような明るい曲が全くはまらなくて不穏なパートを切り離してエンディングの後に持ってくるといった苦肉の策を取っています。あ、そうだったんだ、いや、わざとなんか可愛い曲で今週も良かったの後に突き落とすっていう、そういう作戦なんだと思ってた、なんか、うん、ね、苦肉の策だったね、苦肉の策だったんだな、ね、また9話の瞬きは逆にハマりすぎて本編を見た直後の視聴者にとどめを刺してしまうのではないかと心配になりました、刺されました、刺されました、瞬き自体はとてもいい曲で、9話のアフレコを待ってレコーディングしてもらったりと、はい、気を使っていただけて感謝しています。あ、そうだったんだ、そうですね、やっぱ全部 の、うん、その9話のエンディングに使われるっていうところまで私は知っていたので、うんうんうん、ってなったらやっぱ全部知った上でじゃないと、演技し終わった後じゃないとっていうところでお願いして、はい、素敵、気持ちがしっかりと乗った、ね、乗った歌になりましたね、すごい、確かにとどめ刺してたもんな、うん、もうしっかり刺さったよ、死な折れなかったもんね、うん、あーってなっちゃいますもん ね、そうなんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて、はい、まだまだあります、まだまだあります、6問目、佐伯監督は物語を演出するにあたって小道具や情景で登場人物の心情やシナリオの構造を表現する手腕が卓越しているように感じますが、うん、まあ、この質問もすごいですね、すごい、すごいなこれは監督自身のアイディアなのですか、限界の情報で推察や考察がはかどる噛み応えのあるアニメで素晴らしいなといつも感じます、本当にいつも作品を楽しみにしております、いつもありがとうございます、制作側の方かのような、ね、ね、監督のアニメはとっても好きな方なんだ ね、はい、回答がこちらです、映像作品を作る上で常に心がけているのは描こうとしているものが見えるようになっているかということです、小道具や景色などに人の気持ちを投影すると、それがありふれたものであっても物語の中では特別な何かになります、アサルトリリーブーケではラムネやチャーム、リリの髪飾りなのに様々な意味を持たせました、例えばそれを持ち続けるとしてそれが大事そうになのか、
なのかとか、捨てるに捨てられないからなのかとか、あるいはどこかで手放すのか、手放したけど再び手に取るのかとか、扱い方一つで心情が見えるようになります。同じものでも人によって意味が全く違ったりと、見るという一瞬で視聴者に様々な働きかけを行うことができるので、作品に深みを持たせるために自分の作品では便利によく使う手段ですと、うん、なるほど、そんな技があったんですね。すごい、うん、すごいな、もうそんなとこまで考え、アイテムにも意味を持たせるという、ねね、こだわりにこだわり、世界を動かしてるな、なんか人物だけじゃなく、うん、すっごい、すごい、これをね踏まえてもう一回1話から見たい、うんね、うん、うわ、これがこの意味だったんだみたいな、ね、あるかもしれない、答え合わせになりそう、面白そう、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、さあ続いてはこちらです。佐伯監督一押しのシーンやセリフを教えてください。お、2つほどあります。お、第6話ミリアムのわしも目立ちたいはミリアム役の高橋さんにアドリブをお願いして誕生したセリフです。すごい、うん、脚本ではわしもおるのじゃだったのですが、あまりしっくりこないままアフレコ当日になってしまいました。うん、結果的には高橋さんの演技もあっていいセリフになったと思ったのですが、同時に結局大事なのは高橋さんが演じることであって、自分が1年近くに、悩んだ、自分が1年近くセリフに悩んだこと自体に意味はなかったのではないかとか、余計なことを考えてしまいました。オンエア前はいろいろと弱気になるので、そんなこともあるのです。オンエア後は一瞬ながらも印象に残るセリフとして受け止めてもらえたので、今ではあの時アドリブをお願いした判断は間違ってなかったとどやっていますと。どやってんの、かわいい。もう一つは第7話、ゆりの世話を焼きにお膳を持ってきたリリがご飯だよと開いた扉の向こうから現れるカットです。うん、本来は教室の自動ドアが開いた奥にリリが立っているはずだったのですが、間違えてリリが自動ドアの代わりにスライドして現れてしまいました。単純な間違いなのですが面白かったのでそのまま採用となりました。なんだよってすごいな。え、そのシーンめっちゃ見たいな。見たい、見たい、見たいな。めっちゃ見たいんだけど。もう一回見たいな。もう一回見たい。ちょっとみんなも見てみよう。ちょっと帰ったら見ます。はい、第7話です。よろしくお願いします。ありがとうございます。面白いな。面白い。はい、ありがとうございました。はい、続いてです。質問、第8問ですね。うん、はい。アニメオリジナルで登場したゆりちゃんの存在によってリリというキャラクターは大きく変化、成長したと思うのですが、ゆりちゃんの一連のエピソードはどのような経緯で入れようと思ったのでしょうか。知りたい、知りたい、はい、回答こちらです。ゆりのエピソードについてはブーケという作品のカラーを大きく決定づけることになるので決断にはそれなりの覚悟が必要でした。アサルトリリーのキャラクターには詳細な設定が設けられています。当初はリリは父をヒュージとの戦いで亡くしているという設定を盛り込もうと考えたこともありました。その方がリリがリリーを目指す目的が明確になり、ユユも辛い経験をしたリリを受け入れやすくなったと思います。ただキャラクターの動きを過去の出来事に頼ることには違和感もあったので、そのプランは一新させ、本来なら設定として描かれる要素を視聴者もリリと一緒に経験していくという形にしました。物語当初、ユリが丘女学院を訪れたばかりのリリは誰からも顧みられることのない何者でもない存在です。一方で重く辛い経験をしたユユにとって無垢なリリは受け入れがたい存在となりましたが、そうだね、最初ツンツンしてたからね。リリとユユの物語としてはその方が描く価値のあるものになったと思います。一方でリリが何も傷つかないままでユユの受けた痛みと向き合うのは限界があるとも感じていました。アサルトリリーは爽快なバトルアクションやコミカルな学園要素、上級生と下級生のリリカルな関係など様々な要素で構成される物語です。しかしその根底には少女たちが人類存続の防波堤となってヒュージと戦うという過酷な世界観が存在します。かっこよく可愛く痛快な要素だけで物語を構成することもできたはずですが、
過酷な要素にもきちんと向き合わないとアサルトリリー本来の物語は完成しないと考え、ユリのエピソードを物語に組み込むことに決めました。という話をブーケ第4話の収録後に調整室を訪ねてくれた赤尾さんにさせてもらいました。はい、本当はそれまでの演技についての話をしに来てくれたこともあって、立ち話としても話しすぎたと思ったのですが、直後にコロナ禍でアフレコが2ヶ月中断し、再開後は立ち話もできなくなってしまったので、そのタイミングでお話できたことは結果的には幸いでした。赤尾さんもその時のことをしっかり覚えていてくれたので、あの時お話できたのはとても良かったです。またしても長々と書き連ねていますが、最後にもう一つ、実はユリを描くに至っては、他のキャラクターたちと違ってあまり強い印象を残さないように書き方を加減しています。リリがユリに入れ込んでいく様子はしっかり描く必要はありましたが、すぐに退場するキャラクターに視聴者を感情移入させるのは辛い思いをさせることになるのではないかという躊躇があったためです。しかしユリのような無邪気なキャラクターはブーケの中では珍しかったことや、伊藤美久さんの講演もあり、結果として強い印象を残すキャラクターとなりました。そりゃそうだよ、結果ねな、そりゃそうだよ、みんなそうです ね、 ね、私にとってはユリというキャラクターを多くの方が受け入れてくれたということにホッとすることができました。その後ラスバレでユリのエピソードを作っていただき、私もシナリオを監修していますが、アニメ本編で躊躇したユリのキャラクターを補完するエピソードを作ることができたのは嬉しかったです、ね、おー、いや加減してこんな加減してんだできたあれ加減してたんだ、加減してみんなのトラウマになっちゃったけどねえ、まあ確かに、まあ、その後アプリでちょっとね、うん、遅くできたからな、うんね、っていうところはありますけど、そんなことがあったとは、うん、だとはすごいいろんな思いで作ってくださってたんだ、ね、すごいな、演者のこともね、うん、アニメのこともいっぱい悩んで考えてくれてるんだね、うん、っていうのがすごい愛が伝わったな、うん、この回答はめっちゃすごいよ、もうこれ丸々1ページ分ぐらいあるもんこの回答あれ、まあ、素晴らしかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、貴重なお話、ね、ありがとうございました、貴重なお話でした、はい、はい、以上でございます。正規監督、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございます、うん、さて前回の放送で発表したテレビアニメアサルトリリーブーケ放送2周年記念の LINE スタンプですが、うん、現在は皆様からの投票を集計し鋭意進行中です。お、あんた LINE スタンプの話か今、そうもうねすごいやっぱ本当さ、まあ、あの正規監督ありがとうございました。もうラインスタンプです、ラインスタンプで話してます、さてって入ってるから、さて前回の放送で発表したっていうこの中でやったやったスタンプできてるんだ、はい、アンケートに、愛を込めて回答してくださった皆様ありがとうございました、ありがとうございます、はい、今日はとても盛りだくさんの内容でお届けしましたので、楽しみはもう一つ取っておくという意味を込めて、うん、こちらの結果は次回の放送で発表したいと思います。ぜひ楽しみに待っていてください、はい、台本にもう星ついてればください、星星頑張ってくれてるじゃこれはい、ということで皆さんありがとうございました。以上リリーズトークでした、はいはい、もうコーナーだったんだってことすら忘れてる、ね、そうだそうだ、リリーズトークでしたリリーズトークでした、はい、もう一回タズニャ入れとく、あ、いいですね、いいですよもういい、もういい、もういい、もういいですか、ちょっと押してるしね、ちょっと押してるしね、はい、はい、ということであっという間にお時間となってしまいましたが、うん、皆様、本日いかがでしたか、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、つぶやいてくれたり、ハッシュタグでもねツイートして くれたりありがとうございます、今回タグ長いけどありがとうございます、ねね、アンダーバーとか使わないときに、ありがとうございます、ね、ありがとう、うん、みんななるほどって、本当にリリーズトーク中なるほどしか言えなくて、うん、ありがとう、なるほどな、国語の授業って、うん、そうですよ、大事な授業です、それぐらい文章はありました ね、 ね、はい、ありがとうございます、うん、ではね、もう時間ですのでちょっと寂しいですが、うん、最後に一言ずつ、最後まで見てくださった視聴者の皆さんにご挨拶して番組をお別れしましょう、はい、ではみくちゃんからお願いします、
はい、見ていただいてありがとうございました、うん、こう久しぶりにお二人ともお話できて、うん、こういう空間に呼んでもらえてとっても嬉しかったですし、うん、こうアニメを振り返るっていうところで2年も経っているんだっていうところで、でも今でもこうやって振り返したりライブがあったりっていうので本当に愛されてる作品だなっていうのを改めて感じました、うん、ゆりのこともみんな本当に心にこうしっかりと留めておいてくれてるのも分かりましたし、うん、ちゃんと愛されてたんだな、うん、よかったねっていう気持ちになりました、うん、はい、またこんな機会があったらいいなと思います。ごちそうさまでした。あら、ありがとう。ありがとうございます。次はガトーショコラね。次はガトーショコラ、ね、楽しみ、楽しみにしてます。はい、では夏お願いします。はい、改めてありがとうございましたね。もう2回に分けてね、たっぷり振り返るぐらいやっぱりね、あの私たち演者ももちろんアサルトリリーが大好きだしね、監督はじめ制作の皆さんも大好きだし、何よりね、もうこうやって好きなシーン何ですか、好きセリフ何ですかって聞いてくれたら、こんなにも愛を持って返してくれる視聴者の皆さんが私たちもう本当に本当にありがたい存在です。いつも応援ありがとうございます、うん、ね、本当に、まあ、ここからねアニメもね、あの割と前にあの放送は終わって、でもここからまだあのアプリが続いていってね、さっき監督もおっしゃってくれたようにアニメで描けなかった部分をシナリオとかでバッて保管したりね、やっぱりそのアサルトリリーっていろいろな方面から描かれてるのがやっぱりすごくいいコンテンツだなって思ってるので、皆さんまだまだアサルトリリーロスが終わんないなっていう方はぜひぜひアプリの方にも遊びに来てください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとう。はい、では最後私から、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。いや、このリリーズタイムは深掘りのコーナーがねありますのでね、毎回毎回いろんな角度からアニメ見返したいなとか、あ、舞台もう一回見返したいなとか、いろんなことが通じてって、あ、ここはこうだったんだっていうね、理解も深まったり、うん、本当に本当に私も勉強になっております、うんうん、皆さんと監督の愛を、分かち合えてとても楽しかったです、うん、そしてね、みくちゃん来てくれて本当にありがとう。ね、なんかまたメモリア出たらいいね、ラスバレでね。ほんとよ、またゆりをぜひ、うん、ぜひみんなに、ゆりちゃんにどんな服着せたいか今言ったら多分叶うかもしれない。そんな感じで叶うんですか。うん、私チアガール見たいって言ったら叶ったの。チアガールだった。そう、それで叶えてもらったの。どう、あら、よ、え、チャンス、やばい、横島なのしか出ないか、ちょっと横島おっと、調校します、調校します、おっと、あとでメール、メール送り、あとでじゃあ皆さん、はい、ぜひお待ちくださいとか言って勝手に言ってますけど、はい、もしね、また出たら皆さんよろしくお願いいたします。そして次回の放送は11月を予定しております。詳細は後日発表予定ですので楽しみにお待ちください。配信を見逃さないようチャンネル登録と、チャンネル登録と通知設定、そしてアサルトリリー公式ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の放送でもまたお会いしましょう。そして10月29日土曜日に配信予定のラスバレ放送局もぜひお楽しみください。それではせーの、ごきげんよう。